ワンダースクールをご覧の皆さん、こんにちは。バンダイの川口です。今回もですね、お台場にありますガンダムフロント東京のガンプラ東京から、今回の授業の方を行いたいと思います。ガンプラ作ってみましたか？まだ作ってないなっていう方は、こちらの方で配信している、初めてのガンプラを作ろうっていう部分で、理想的なところと、それからちょっと、アレンジしたものやなんか配信されてますから、そちらの方もぜひご覧になって、そして、今回この映像の方を見ていただければと思いますが、作った人は、どうされてます？その辺にポイント置いといたりしてないですか？せっかく作ったものですから、ぜひ飾ってみましょう。川口名人、ガンプラを立たせる。飾り方って言ってもそんなに難しいものではないです。例えば、そうですね、机の上とか本棚なんかにちょっと飾っておく、そういう時には大体こういうふうに立たせて飾っておく場合が多いと思うんですけども、気をつけっていうような、かなり緊張した状態で立たせようとすると、こういう形ですごく硬い感じになります。これがかっこいいかっていうと、ちょっとやっぱりもう少しなんか手を加えたいないい気持ちになっちゃうと思います。あくまでもロボットではあるんですけども、テレビで見るガンダム、人間のようなしなやかな動きをしますから、そのような人間のしなやかな動きっていうのをこのポーズをつけるときに意識してもらうと、見た人がとっても自然に感じます。川口名人、ポージングを教える。股関節のところを、開くんですが、つま先を外に広げるようにこうひねってあげます。それからそうですね、軽く膝を曲げて少し足を前に出してみましょうか。で、それに合わせてポイント、腕も軽く肘のところを少し曲げてあげる。拳も外側に向くとね、あまりかっこよく見えないので、少し内側に曲げてあげると自然なポーズっていうのが取れます。ボディの向きっていうのをちょっと真正面に向きからずらして、今斜めに落ちてますけども、であと実際に置くときも高いところに置くのか、それとも割と目線のところに置くのかによって、その頭のこの角度ですよね、まっすぐ前向いてるばかりだとちょっとやっぱり硬く見えますから、少し曲げてみましょう。だいたい上から見ると今これぐらい頭回してますけども、それから、角度ですね、顎を引く、それから、ちょっと上を見る、こういったものもちょっと調整してあげると迫力があります。どうでしょう、これぐらいだとだいぶリラックスした感じになるんじゃないかな。さっきのね、気をつけっていう状態に比べると少し柔らかい感じになったと思うんですけども、どうでしょう、ガンダムね、今ここにあるのはもう手ぶらになってますけども、実際にはこういったシールドだとか、ビームライフル、バズーカとかっていろんな武器があったりします。今回はそういう立たせるっていうことで、集中してお話しさせてもらいましたけども、次回、今こちらにもあるようにいろんな武器だとか装備やなんかを持ったガンプラ、いろんなポーズ取らせられますので、この辺の、お話もしたいというふうに思います。